ようやくちょっとカラフルなコーンスネークが誕生しました。これはピューターとブリザードを交配したやつですね。ピューターがヘテロアメラニの表記になってて、まあブリザードがね生まれる予定だったんですけども、ちゃんと本当にブリザードが生まれてくれました。でこれちょっとディフューズドっぽいのが生まれたんで、もしかしたらお腹も模様がないんで、ディフューズドがヘテロで、もしかしたらブリザードが持っていたのかもしれない。それだったらこれホワイトアウト、なのかな。まあ、でもヘテロでもディフューズドは表現として出たりすることがあるらしいんで、まあ、検証して、交配して検証しないとちょっとわからないです。これはオスです。ブリザードとか、これ白いのはね、もう透けてるんで、こうやって見るだけでわかりますね。オスですね、これ。これもオスです。スノーとかもね、わかるんですけど、テキサスラットとか、はい、白ヘビ系は、まあ、透けて見えるんで、オスかメスか簡単にね、判別できます。これは、模様がちゃんと残ってますね。お腹の模様は若干消え気味だけど。これもオス。全部オス。オス率がすごい高い。ブリザードできたらね、メスは残したいなと思ってたんですけど、これは、あれ、これもオスかな。オス率だ。ラスト一匹ブリザード。お、これはメスですね。一匹しかメスがいなかった。あとこれは、赤い綺麗なアメラニスティックですね。これはメスですね。これもなんかディフューズドっぽい。側面の模様がないし、お腹も真っ白だし。ピューターかな？これはメスですね。だいぶ今日はカラフルなハッチ、ディフューズド、ピューター、あとはアメラニとブリザードですね。はい、いい感じでした。あとこの間たくさん生まれたよって言ってたアネリとテッセラなんですけど、ちょっと脱皮前だからくすんでるのかなと思ったんですけど、ファーストシェッド終わったんですけど、これは普通のテッセラですけど、アネリがね、生まれたんですね。これアネリです。こっち。テッセラがアネリをね、ヘテロで持っていたようです。なんで、ちょっと次狙おうとか言ってた、テッセラの渋くて綺麗なアネリも生まれてきました。もしかしたら、スノーと交配したテッセラなのかもしれないですね。有性遺伝なんで何かモルフとかけることが多いと思うんですけれども、スノーとかければアネリアメラにダブルヘテロになるし、スノーのテッセラもね人気なので、まあ、ちょっと交配して調べていきたいと思います。